はいどうもこんにちは、とのまるでございます。というわけで本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけでこちらコメントでこうするクエストをいただきました。マジのスピードラン70秒 0.39%。 まあ時間にはやや余裕がありそうなベストタイムではありましたけれども、50コインを5枚取りながら進んでいきましょうね。ということでまあ一応クリア者も1人出ていますので、慎重にちょっと歩みを進めて、2人目のクリア者になれたらいいなと、そんな意気概で、やっていきたいなとは。意気概じゃないな、気概だな、気概意気概はだいぶ意味が変わってきますもんね。さあこれパウでブラッパを倒しながら進んでいきましょう。気概はだからその意気込みみたいな、なんかそんな言葉だよね多分気概。今調べたら気概は、困難にもくじけない強い意志という、意味の言葉らしいので、まあまあそういった解釈で合ってたんじゃないかなとは思います。これ全部切り替えて OK。 でも70秒スピランで残りタスじゃん入ってくるんだ、そうなんだ、しかもここ Z なんだ、そうなんだ。だからなんとかね、最近あのぐらいのタスじゃん1回ならばなんとかなるようにはなってきたんで、一応いけては、ん?ここバネ使わんでもいけるんじゃないか?まあ、とりあえず行きましょう、こっちに。とりあえず進めるとこまで進んで、これ被って、いや、ワンチャン時間に余裕があるんならば、クリアできたら嬉しいなとも思いましたが、さすがにちょっと間に合ってないかな。ここのバネがヒップバネじゃんするんかなと思いきや、別にやんなくても普通に届く距離感に足場があったんで、あそこの正しい進み方は何をするべきだったのかという疑問が若干残ってはおりますが、まあ一回ちょっと気をつけてやっていきましょう。ここ真ん中入り、うわマジか、ずれてるんだ、しかも1秒しかない。はいオッケー、2マス2マス真ん中位置調整オッケー。ああ真下がゴールなんだ、オッケー、いけました。というわけでコース ID ありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。高き壁一発マリオ 0.48%。 さあ高き壁というコース、地面から離れたら着地禁止。なるほど、積み重なって1体みたいになるんだ。でもこれで普通に、そうか、爆破するじゃないですか。なるほど、これでそこ飛び越えたらゴールと。クリア率が 0.4% とかだったからだいぶ難しいんかなと警戒もしてましたが、なんか意外といけそうな気はするけど、でもそっか、右に行くんきついな。できるだけ早めから自分がジャンプしといて、右にこうちょっとずつちょっとずつでも誘導する。そうっすね、難しい。こいつらを踏むぐらいさ、右まで一回行っといたら砲台自体をだいぶ右に誘導できるっていう。あー、これでいけたわ、やった。こちらコメントでこうするクエストをいただきました。実用アイテム禁止、技能検定5級から1級まで 13.59%。 さあというわけで、まあアイテム禁止コースで、ここからが1級、うん、違うな、1級が一番難しいよね、1級から5級だと。じゃあどの順番だ。まあコインの順番だとしたら、5級4級3級準2級2級準1級1級みたいなことなんかな。まあまあまあそういう解釈でいきましょうか。とりあえずじゃあここ5級だとして、まあクリア率はめちゃめちゃ高かったですけど、まあそれはね多分5級がめちゃくちゃ簡単だからみたいなことだと思うんですよ。まあこれはもうこれでクリアはクリアでございますというお話で、じゃあ続いてはここ4級、どこまでいけるかな。本当にね、1級一番難しいところが、ちょっと待って、まあその一番難しい1級ルートがさ、もうとんでもない難しさだったら、もしかしたらこれいけるかみたいな、クリアできるかこれぐらいの難易度の可能性もまああるわけですよ。そう、多分クリアチェックも多分1級では行ってないと思うんですよ。なんかご本人は準2級まで行けたみたいなことが概要欄書いてあったんで、だから多分ね1級はねクリアチェックをされてない可能性がまあちょっと高いので、1級本当に行ける作りになってるのかどうなのか、そこがちょっと不安なところではありますけれども、とりあえず、これで3級まではスムーズに突破できてきました。そしたらこれがじゃあ次準2級と捉えていいのかな。まあまだ全然余裕でいけ、あーこの辺からでもだいぶちょっと難しさが上がってきたなっていう感じしますね。これ3つか。これで準2級だとしたら、1級やばいんじゃねえのっていう気はするな。まあ短いからね、一個一個のルートが。そこがだいぶありがたくはあるんですけれども、ここは全然大丈夫っすね。
あれでもなんかちょっとあれだね、5級とか4級とか3級に比べてちょっと長さが増してきたね。ちょっと1個のルートのボリュームがだいぶ増してきた感じしますけど、大丈夫かな、いけるかな本当に。ちょっと待ってよ、ここどう行こう、ここに1回乗る、ここに1回乗って、ちょっと待ってよ、ここからこうはみ出してこういった方が進みやすいんじゃないかな。なんて書いてある、プレ2、ああ順2ってことか、プレ2順2だわ。あーちょっと待って、いけんことない、いけんかったさあというわけで、ここ最後地味に確かにちょっと難しいですけども、さあこれでプレ2順2級突破ということで、続いて2級、この辺からが怪しいよね。いやーというわけでさあ2級やってまいりますけど、大丈夫かな順2、4マス？あー、オッケー、いけました。ここ3マスは多分そんなに大変ではないんじゃないかなと思います。キノコも余裕。で、ここはツタがあるから、ツタ捕まれば全然避けれる。まあまあまあ、なんとかなる。あー、ここダメなんだ。はい、オッケー、ここで止まれば大丈夫という。まあ、一回下の方に乗ろう。で、ここからどう行こうかな。ここに一気に乗っちゃった方がいいんじゃないか。ここは真ん中にしっかりと入れば OK。これで2級突破なんじゃない？ OK、2級突破！さあ、というわけで、この辺からが怖いんだけど、これがプレ1、順1級ということなんかな。まあまあ、プロペラは別に何も警戒する。あ、ここなんか行けそう。OK、ここで行けました。で、キノコが行ったタイミングでここ行っちゃいましょうか。ちょっと待って、危ないな危ないな。もう一気に駆け抜けれそうな時に行っちゃいたい感じの作り。ここ一回止まろう、一回止まろう。三段ジャンプっぽいね。ワン、ツー、三段ジャンプかなと。オッケー、いけてますよ、いけてますよ。順一級、順一級はなんとかなりそうだね。一級がちょっとわからんけど、これは下のムササビについていくっていう動き。ちょっとここ、あ、やばい。いや、いけんことないかと思ったけど、いけんかったー。こっちから行った方が、ここは楽そうな感じしますね。で、ここで、一気に飛んで、こう抜けちゃう？オッケーオッケー。いや、きついな。どうしよう、ここ。壁キックもきついな。壁キックもきついな。いや、取っちゃうな、取っちゃうな。ここどう行く？はい！オッケー、抜けることに成功。ちょっと待ってよ。いや、やばいな、やばいな、これ。こっちからこう行って、こう行って、こう行って、こうだ。ちょっと待って。これ、あれじゃないですか。なんだっけ、綾抜けっていう技術だよね、これ。こんなん入ってくんの？これはでも、ちょっと無理かもわからんな、自分では。いや、右が意外と判定弱めか？こんなもんで振る。どうだ？なんか意外とでもいけそう。あや抜けというほどの当たり判定ではなさそうだね。いけたわ、いけたわ。そうだね。あや抜けは、この配置でのトゲを抜けなきゃいけないんだけど、まあ、ファイアフラワーってだいぶね、トゲよりは当たり判定狭いから、なんとかいけたけど、ちょっと待って、一回怖いからちょっと逃げていい？ここのでもさ、ピンクコイン取んの、だいぶきつくないかっていう気するな。ここ乗れるね。ここでしょ？で、こう！オッケー、いけてるよ、なんとか。ここもう一回乗りましょう。ここのピンクコイン取んの地味に怖いな、これ。こう入って、こう。オッケー、いけました、いけました。なんとかいけてますよ。これ、順一級は攻めてクリアしたいね。あとは一級がどうなってるかによりますけれども。さあ、ここ最後一枚取っちゃう。取っちゃって。いや、こっち抜けること可能だな。こっち抜けて、ここら辺でこう止まって、オッケー！順一級をクリアすることに成功しましたよとさ、残すところ一級。まあ、一級がちょっと、もしもこれよりも難しくて、無理そうだったら適当なところでゴールさせていただくこともちょっと視野には入れていこうかなと思うんですけども、さあ最後の一球やってまいりましょう。あの疑似あや抜けみたいな、あれがもう、いや、あれが一番難しいんじゃないかっていう、さっきのルートのね。あちょー。はい、オッケー。ここは全然
全然抜けれるよ、いけるよ、いけるよ。ここもまあ普通にショージャンでキノコ飛び越せばよろしいだけの話なんで、準一級のあのほんと綾抜けみたいな配置のファイヤー抜けが一番難しかったんじゃないか説はありますね。まあよくよく見たらあのその綾抜け言ってるけど、まあ綾抜けとはちょっと違うというかね。そう、綾抜けはね全てがトゲでできてますけど、まあ微妙にこのなんか雲だけでできてる雲だから、ここは別にちょっと体当たっても大丈夫みたいな空間もさっきのやつはねないことなかったんで、そこがだいぶ優しさを感じる部分ではありましたが、ありましたが、ここも難しいよ。いけるか OK、 いけました。これは真ん中のあたりでしゃがんどいたら、これ取らずに普通にスルーできるはずなんで、しゃがまんでもいけたね。そこで大丈夫でした。こういく、急い、わーっと取っちゃうか。はい、オッケー。ちょっとゆっくり行けば大丈夫ですね。なるほど。こんなもんでどう、ここえぐ。いや、なんかいけない気がちょっとするけどな。いけるかな、これ。これもしかしてなんかここにこう乗ってこうみたいなことだとしてもむずいけどな。うわぁ、いけたいけたぞ。いけるんかい。はぁ、だいぶむずい。一球やばい。ちょっと待ってよ。ここ、わぁ、ちょっと待って。もうあとちょっとだ。こんなの無理だよ。いや、びっくりしたわ。さっきのところが最難関ポイントかなと思って、ここまで来たら。いや、これは、いや、さすがにちょっと無理なんじゃないか。オッケー、いけました。ここからなんだよな。こう抜けちゃった方がいいねっていう、ここまで来ることは、まあ、できましたさ。そりゃできたけどもなんだよ。いやー、これは、まあ、ちょっと一回やってみるけど、どう？左入力のタイミング次第でワンチャンあるかどうかかな。ちょっともう一回やってみるか。いや、そうなんだよな。うわー、いけたわ。いけるんかい。というわけで、これで完全制覇でございますよ、皆さん。しっかりと一級、一番上となる一級をクリアしてのゴールでございました。というわけで、コース ID ありがとうございました。本日は動画の方ご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ。